対話のある生活を。こんにちは、ダイアログデザイナーの島津です。ダイアログデザイナーとは、ダイアログ、対話、デザイナー、デザインする人、つまり対話をデザインする人という意味です。今回はギフトについてお話したいと思います。この1年、僕はギフトという考え方、ギフトという概念について深く考えてきました。特にコロナウイルスが世界を襲ったことによってライフスタイルが変わっていった、その中で僕はいろんなギフトをいただいたり、あるいは送ったりしてきました。僕が立ち上げたプロジェクトの中に知性の交換というものがあります。これは本を送り合うプロジェクトで、愛の営みは魂の交換であり、親しく話すことは品性の交換であり、本棚を見せ合うことは知性の交換である。まあ、人に本棚を見せるっていうのはね、少し恥ずかしいと思うんですけども、その本棚にある本を誰かと交換する。これはコロナが来てから人と会えない、外に出れない状況になった時に、何か実感のあるプレゼントっていうのが必要だと思ったんですよ。外に出れなかったら、じゃあ物を送ろうということで、その知性の交換、本棚にある本を誰かに向けて、送る。手紙を書いてね。で、僕はこれは単純に本の交換だと思ってたんですけど、これを続けていくうちに、なんか違うって気づいたんですよ。交換ってね、まあ、言ってみたらあるものとあるものを入れ替えるっていう行為じゃないですか。で、そこには感動ってあんまりないと思うんですけども、本を送り合うとね、心が温かくなるんですよ。で、これってギフトに近いなと思って、交換された本っていうのは世界に一冊だけの本なんですね。書店の本棚に並んでいる本でもなく、オンラインショップから届く本でもない、とある人の家の本棚から僕のために選ばれた本が届いてくるんです。つまりその人が僕のことをイメージして、僕のことを思って選んでくれた本が届くんですね。だから世界で一冊だけの本になる、僕にとってね。だから使い古されていたとしても、僕にとってはすごく価値のある本なんですよね。つまり本というもの自体に価値が乗っかかった、僕を思った時間とか、僕のために考えたこととか、ね、僕を思って手紙を書いたものとか、それらを含めてこれはギフトなんだなっていうふうに思ったんですね。これは受け取った方はもちろん嬉しいですけど、実はね、送った方も嬉しいんですよ。送って相手に届いて、そして相手がまた喜んでくれている、これを知るだけでなんだかね、晴れやかな気分になるんですよね。で、その頃から僕は、あ、ギフトって素敵だなと思って、もっとライフスタイルにギフトがある状態っていうのをデザインしていくことができたらなっていうふうに思い始めました。それからいろんなアプローチをしていって、物を送ることもそうだし、音楽を送ることもそうだし、言葉を送ることも僕はギフトだと思っています。例えばとある人の文章を読んで、それに対する感想を添えて送ってあげる、これも十分なギフトですよね。で、僕はノートというサービスで個人的にコンテストを開催しているんですけど、その応募作品に全て手紙を書いています。作品の感想を書いて相手に届けると、これはもうギフトっていう感覚なんですね。で、僕は知ってるんですよ。この手紙をしっかり書くと相手は絶対喜んでくれる。で、喜んでくれると僕も嬉しいんですよ。もうここにはハッピーしかないわけです。ギフトの効果ってすごいなって思いながら、で、本質的なことはここで、ギフトってね、とても対話的なんですよね。相手ありきのコミュニケーションじゃないですか。相手のことを全て受け入れる、相手のことを考えて、で、相手に伝わる形で、どういうふうにすれば喜んでもらえるのかなとか、笑顔になってもらえるのかなとか、
いろんなことを考えるんですよね。相手のことを想像して自分ができる限りの最善を尽くす、その結果が相手が喜んでくれたりとか自分自身の喜びにつながっていく、そこには見えない絆が生まれます。これって対話がうまく機能した時の感覚と似てるんですよ。だからギフトを贈ること、贈られることもまた対話なんだと、そんな風に思っています。今回はギフトについてお話をしました。次回も言葉や対話についてのお話を紹介しようと思います。本日も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございました。下の方に好きのボタンがありますので、ちょこんと押してあげてください。それではまた明日。